えー、こんばんは。マサートです。農、え、家、ー、との編集でお送りしてます。1分間4択。今日も情熱かさチャンネルのニュースのトラガオ化の、えー、サムネ説明欄を見ていきます。えー、中国社会、えー、カウントダウン。このブームは本物、えー。中国に革命をもたらすのはフェニスと上野千鶴子、大先生。す、え、べ、ー、ての著作の中国役の著作がベストセラー,ー。ブックオブイザー、 えー、ブックオブザ、イザー獲得ということで、私も詳しくなりませんけど、まあ中国は、あ昭和、日本の昭和の、を、まだ言ってるということで、どうしてもこの、え、一個だけイオムツとか、そういう、この、結婚しなくてはいけないということに対して、この、 上野千鶴子さんが女性目線ですね。そういうことで、えー、この社会の変革と、今もまだいい,い,いことで、そういう中国で人気があったということで、また続いているということで、これ2019年かな結構長く続いているということで、えー、この今回取り上げてますけど、この中国、この、 日本と、このように、昭和ですね、えー、っと、映画なんかありましたかな、えー、この、ちょっと <laughs> 忘れましたけど、昭私も昭和の時代ですけど、えーこまあこえーうん、この、まあ、いろいろとこの、中国、この、現状ですね、えー、この、えー、うねちずく先生、えー、ということで、まあ、フェニストですけど、えー、まあ、 このジョンさんも、まあえー、立場は違いますけどこの点において、えー、取り上げていますねもう一回このお、えー、を確認して、えー、終わりたいと思います、えー、中国社会がカウントダウンうんこのゲームは本物中国に革命をもたらすのはフェニスト <laughs>、えー、上野千鶴子大先生、えー、全てのこの中国役の磁石がベストセラーブック・オブ・ザ・イヤー獲得ということで、えー、引き続き、えー、この 中国社会をウォッチングしていきたいと思います。えー、マサトです。えー、マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、おいいね、ボタン、投よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達もよろしくお願いいたします。次回の1分間予託でお会いいたしましょう。おーマサトでした。終了熱、パシャムルズ、シャラム、シャラム、シャラム。